ンジョールノ、ね、ボンジョールノということでね、ガーデン所沢に移動してまいりました。勝負玉が23個あるということですんで、もうこれをだからどこまで引っ張れるかね。2000枚出してこようと思います。はい、始まって以来かもしれない。あとはだから AT レベルだな。そろそろいいんじゃないか。おいおい、あ、やばい。おい、ふざけんなよ。おいおい、バカ野郎。いや、16個？あ、違う、16個か。2セット？2回継続して終わりですか？ダメだよそれは。あ、これ伝承にいるんだ。寝台入れ替え、蒙古花形、パチスロラブ城をはじめ、地域最大級スロット258台設置店。打ちたい台がきっとある。アクセスはご覧の通りです。
これ大チャンスだよ。星4つだもん。さあ勝てるかな。はい、誰にしようか。こことか行ってみようか。あ、ロックしたよ。うそ、フリーズじゃないのこれ。フリーズしたよ。フリーズじゃないのこれ。これ何、二人の方がチャンスアップなのかな。待って、全然わかんない。フリーズしたっぽくない、ほらフリーズしたわ。すごくない、今日持ってるよ。ここから2頃まで引っかかってくれないと次600手前ぐらいまで行っちゃうからね。これね、百花繚乱ボーナスは確か21ゲームまでがゲーム数の上乗せで、21ゲームか29ゲーム、8ゲーム間はセット数の上乗せ。え、すごくない？あれ、週だけかな。終わっちゃった、何もなかったけど。あ、待って待って、違うか。 ALT 中がそうなの。え、じゃあこれだよね、今からだよね。これ8ゲーム間でストックしていくね。武将、あ、武将ストック。 OKOK、 参戦モードの武将ストックするってことね。 OK、 よし、2人目。ミュウね、7人ストックしたんだって、すごいよね。うわー、よし、どんどん行こう。7人目ね。最後最後、わーお、5人。でも秀吉康、あー、ちょっと待って、
ちょっと待ってな、映さなくていい、映さなくていい、戦後5度目ちょっと待って、あ、そうだ、赤7揃い 99.9 分の1で揃うんだ、揃ったら30ゲーム以上の可能性だったんだね。ちょっと待ってね、ちょっとだけ待ってね、あ、これだ、 OK、 これね、今から参戦、あ、ボーナスとかついてくるんだ、気が早かった、いや、投資9本なんだよね。今日だからこれはプラスになれるね。赤。ていうか、これは誰のせいなんだ、これ。まあ、そうそう1500円で超えるもんじゃないんでね、俺超えたことないし、超えれば IT レベル3以上よ、ああ、まあ当たるわな、1万8000アメシ、いっぱいいたみたいね、今日は絶好調でございます。ちゃんと牛尾さんにも繋いだじゃないですか。私、何その顔、繋いだじゃないですか。これ完全に罠だと思ってましたね。なんで、あの1450ハマリとかけまして、来たる消費税増税と解きます、うん、その心は